ママが保育園に迎えに来るまで。子猫のミミちゃんは保育園でお熱を出してしまいました。ママが迎えに来るのを待つことにしました。ママ何してるの？早く迎えに来てよ。しかしママはなかなか迎えに来てくれません。そう思いながら目をつむりました。しばらくして目を開けると星の妖精が現れました。ミミちゃんどうしたの？ママがお仕事でなかなか迎えに来てくれないの。きっとのんびりしてるんだわ。それならママが保育園に迎えに来るまでの様子を見てみましょう。テレポート。あ、ママだ。なんだか忙しそう。ミミちゃんのママは看護師さんなのね。患者さんに注射してる。マミさん、お子さんが熱出たって保育園から電話があったわよ。え、そうなんですか？注射がたくさんあるのね。私がやっておくから、マミさんはお子さんのところに行って。ありがとうございます。ミミちゃんのママは急ぎます。ミミちゃんのことが心配で心配でたまらないから。しかし、残っているお仕事はまだまだたくさんあるので、お仕事の仲間にお願いしに行きます。ミミちゃんのママはお仕事の仲間たちに残っているお仕事を頼みました。みんな心よく引き受けてくれました。そして、ミミちゃんのママは走りました。全速力で走りました。そしてズザザザザ転んでしまいました。それでもすぐに立ち上がってまた走り始めました。ようやく保育園に着いてミミちゃんの寝てるお部屋に入ります。ミミちゃん遅くなってごめんね。大丈夫？ミミちゃんは目を覚ましました。ママ、足から血が出てる。ちょっと転んじゃっただけ。大丈夫。ママ、迎えに来てくれてありがとう。うん。帰ろっか。うん。おしまい。